ビブラスラップは、対名楽器に分類される、打楽器で、キハーダの代用として用いられる。ラテンパーカッション社が開発し、特許を取得していた。また、LP 社の登録商標であり、一般名称ではない。競合のマイネル社は、動詞の楽器をロアーと呼んでいる。本校では、LP 社の製品を含む、動詞の構造のキハーダ代替楽器について説明する。 20L 字型に折り曲げられた太い針金の一方に木製の箱がついていて、他方に重りがついている。箱の中には鉄の小片が入っていて、箱が揺れるとこの小片が箱に当たる音を出す。演奏に当たっては L 字型のテーブを片手で持ち、重りを手で叩くか、膝などに重りを打ち付ける。カーンという乾いた感高い揺れる音が鳴る。 日本では1970年代から1980年代前半にかけて渡辺中名、山本正幸らによって作曲されたアニメソングに多用されていたほか、近年ではバラエティ番組の効果音として使用されることも多い。また、お笑いコンビのスピードアゴンの糸田純がハンバーグ師匠として登場する際に使用している楽器でもある。予作では、 本物のキハーダが利用されている。ありがとうございます。